続き、ドゥさあ、まずは警察署の崩壊をミサイルが来る前にやっていくというのが私めのミッションでございませんということでね、戻ってきました警察署。うん、もうすでにゾンビが来た後よりも悲惨な状態になっている気がするんですが、うん、もう自らベンチに突っ込んでったもんね。ういで、ベンチに突っ込んでった、右足がなんかもう、とかく恐ろしい状態になってたんですけど、まあ、そんなことは気のせいということで、次々進めていきたいなというふうに思います。まあ、前回、ハイディングプレイスを見つけたんで、一応ね、マグナムそのもの取ってないんだけど、まあ、レオンがマグナム持ってるから、レオンのマグナムがあるからいいかなと思うんだけど、うん。で、この奥にあるのが、あれ、ちょっと待って、取れない、取れない。あ、取れた、取れた。うん、うふふむふふ。さあ皆さん、マグナム取り出す時間ですよ。マグナムを取り出して、上下に振る時間です。左、誰もいない。トンネルを抜ければそこ、ゾンビだらけだ。いらね。じゃあ行こう。でここのゾンちゃんたちはもうすでに肉片になってしまっているから、 OK。マーフィーの、マーフィー、ちょ、間違えた、マーヴィンだ、マーヴィンの壁降りていきます、降りていきますと、よくやってくれたら、とりあえず踏んでかい。これ初めてやってみて分かったんだけど、あれなんだね、ここにそのいるゾンビたちって実はあそこの中に隠れてたってことなんだね。で出てきたと。で、肉片になって、めっちゃ明かりついてる。お邪魔しまーす。警察署残ってる最後のゾンビなんじゃないか、これ。よう。あ、やっと来てくれた。俺ずっと張り付いてんのに、絶対気づいてない。何もなかった。からねえ、まあ、ここでタイランとか出てきたら面白いんだけど、タイランちゃん出てこないしね。裏辺だったらあの壁をドゥーンってなんか破壊して出てくるっぽいけどね。こっちは特に何もないし、こっち向かってってなんか出てくるわけでもなさげっちだよね。じゃあこのまま地下向かっちゃおうか。だね、ちょっとビビったわ今。ビビりすぎると声が出なくなるっていうね。いや今年も残念ながらね、ゆりまるハロウィンに行くことはできなかったからな、非常に残念でごわすなんだけど、まあ仕方ないよね、そういうのもね。まあ、嫁さんが苦手だし、あんなゾンビが戯れまくるようなところの中でさ、人ごった返して、その中で1歳の娘を連れて歩くってなったら、万が一ね、こう抱っこしてて、背中からテポドゥーンってされたら、もう無理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 。多分そんなことしてきたやつがいると思ったら、もう、なんか生まれてきたことを後悔するどころか、死ぬことすらも恐怖を覚えるくらいのね、ものを植え付ける感じに なっちゃうかもしれないから、ね、もうそこは、まあ大人なんで、うんと、ぐっとこらえることが大事なんだけど、まあ、ということで、近く戻っていきましょうか。ということで、テックタック、ガシャコン階段降りの、エレベーター呼びの、エレベーターガールって、なんで必要だったの？昔のやつってなんかその、あれだよね、開けたり閉めたりが手動だったから、その名残で最初はいたんだろうな。でもエレベーターガールがいたような時代でデパート行った記憶ってのはさすがにないな。そこまで年食ってなかったかな。あれだからやっぱ昭和で平成時代になったらそこまではいなかったのかなと思うけどね。いや、わかんない。実際のところどうかわかんないけどね。うん。よし。じゃあこのまま戻っていきましょう。こっちからね。これまで通ってそうなんで、こっち戻った時にさ、
そうなんだよ。ああ、よく寝た。おはよう、レオンちゃん。っていう人たちがね、こうね、あるドゥンドゥン。ただこれ怖いのが、めっちゃ緊張するんだよ。中からさ、中から出てこない。大丈夫？中からテップドゥン来ない？大丈夫？いきなりさ、組みついてくるっていう可能性があるから、それが怖いんで、こっち行って。大丈夫かな、いないかな、いない。一瞬赤いやつがあのポッキーに見えたけど違った。大丈夫そうだね。多分水の中でぐちゃぐちゃに散らかってると思うから、OK。じゃあこっちから、しこまこっち来ちゃった時で、まあショートカットになりそうでならないか。まあいいや、とりあえず行きましょう。よし、進んでいって。うわぁ、皆さん毎日夜遅くまでお仕事ご苦労様でございます。まあこれアップロードしているのが18時半なんだけど、うん、まあ実際に僕もね、まあちょっと家族が寝静まった頃にいそいそと本当に夜中に一人でこのベラベラ何喋ってんだろうっていう気がするかもしれないけどね。とりあえず戻って戻って、まあここまで行ったらそうだな、やっちゃうかね。えやっちゃおう。なんか中途半端に、だってまだ7、8分でしょ、ロックが始めて7、8分で、じゃあここら辺でお疲れ様でしたって言ったら、さすがに短すぎるわ、悪いってなるから、もう研究所まで行っちゃいましょう。うん、てかあのさっさとあの G2 をぶちのめして快感を得たいで、OK。じゃあ進んでいきましょう。さあ果たしてこの頭を使う時間でね、一発でクリアすることができるかって、そこの問題点があるんで、ね、いけっかな。まあちょっとよく読んで噛み砕いて、上見て、右見て、左見て、真下見たらマグナムがポロリで、こいつを外しての、そうなんだよな、初めて実況プレイでやった時さ、全くのその的外れなはめ方をしてたから、すげえなんか自信満々にいつもこう知的な感じで喋ろうと意識してるけど、実際は一発きたー、今回は一発きたー。エイダ、あともう少し。素晴らしい、やっぱ俺は賢いと自画自賛しとく。いやーでもさー、なんだろうな、まあ、僕バカな大学出身なんですよ、うん、なんだけどさ、その昨日だったか一昨日だったからのね、出した動画の中で、その女子大生と食事に行ったみたいな話をしたと思うんだけど、まああのその時に その子がもうあのいわゆる旧帝大と呼ばれるですね、まああの日本でも本当に指折りのトップクラスに賢い大学の子だったんだよね。喋ってても知的レベルの差にもう嫉妬しまくるよね。もう10個も違うさ、あの女の子に対してさ、賢さに嫉妬するって、もうなんか醜さの塊だったよね。だからダメよみんな、うん、手出しちゃ、物理的な、あ、物理的な手出すってどちらの意味でも結局取れてしまうな、まあ、それはそれで問題かもしれんね。まあなんか、まあ、ちょっとあんまり喋りすぎるとちょっとプライベートの情報がバレちゃうから、あの許可なく喋ってるんであんまり言えないかなと思うけど、まあまあまあちょっとなんか数ヶ月ほど羽伸ばして頑張るそうなので、まあ、ぜひ、ね、あの楽しんで過ごしてもらえたらなと思うんですよね、うん、まあ、だってしんどいじゃない、大学、今時の大学生、まあ、僕の時もそうだったけどさ、何を希望を持って社会人になってさ、 何をこう目指して仕事したらいいのっていうのがあるじゃないってなったらさ、こう働いて社会に貢献してとかさ、企業の成長を盛り上げてとかっていうのって、結局もう今時の時代フリーランスの経営者みたいなさ、自分でやるみたいな人じゃなかったら、そういう喜びって感じられないんだよね。もうある程度日本って成熟しきっちゃったし、どっちかっていうともう今下降線に辿ってってるわけだから、っていうのを考えると、普
通に社会人になりますってなった時に何の都合を持って仕事したらいいんだろうってなっちゃうよね、どうしてもね。まあ、僕も今まだ30なので、日本の平均年齢からすると全然若いよ、3分の1くらいのあれだけどさ、今平均年齢がもう50いくかいかないかなって、今平均年齢が。お疲れ様でした。ことを考えると30歳まだまだ若いの。でもちょっと恐怖もあって、あとこの人生を2回繰り返したら、まあその時間的な話ね、時間的にね、2回繰り返したら90になって終わりだよね。まあ人生100年時代なんで、まあプラス10年のオーバータイムがあるかどうかなんだけど、まあそれがないものだとしたら、また2回繰り返したら俺終わりだからね。気づけばそんなところまで来てるって思うと、やっぱりこうちょっともっと自分がわがままなこうことを言いまくって荒れ散らかすような人生を過ごしたいなと思ったりするけど、ね、だからまあ別に就活相談ってわけじゃないけど、まあ その子も含めて、まあまた就活の相談を受けるような時期になってきて、まあ、よく聞かれるんだけど、まあシンプルにこれから仕事を探すってなった時に、やりたいことを探すってなると、なかなか難しいんだよね。だって やれることってか、やりたいことってか、選択肢があまりにも多すぎるから、選んでみて実は違ったっていう残念な結果になることなんて往々にしてあるわけさ。だから、それを考えると、どっちかっていうと、何をやりたくないかっていう消去法的な考え方ってすごい大事になるんじゃないかなって思う。で、まあ、例えばその人と接するような仕事をしたいのか、まあ、営業とか接客だったりとかみたいな。で、一方でエンジニアのようにずっとこうパソコンと向き合って、できれば人と触れ合わずに自分のペースで仕事をすることをやりたいみたいな。当然納期とかあるけど、じゃあどっちがいいってなった時に、じゃあ人と触れ合う仕事がやりたいですね。じゃあ人と触れ合う仕事をやった時に、営業のように自分からこう積極的にこう関わっていくような仕事がいいのか、接客業みたいにこう近く来店するお客様を対応する方がいいのかみたいな、どっちがいいとかね。気をつけて。じゃあ営業でガツガツやりたいです、じゃあ営業ガツガツやりたいってなった時に、じゃあ無形商材扱いたい、有形商材扱いたい、どっち、じゃあ無形商材です、じゃあ無形商材扱うなら売り切りがいい、それともサブスクみたいな継続的な契約を結べるようなものになるとか、どっちみたいなね、うん、他に予定もないし、ね、そういう感じでどんどん2択で絞っていく。そうすると今の説明の仕方だと、なんか やりたい方をなんか選んでるような気もするかもしれないけど、実は一方で、じゃあ無形商材でサブスクがいいですってなったら、じゃあ有形商材は嫌です、で売り切りの仕事はしたくないですっていう、そういうのが見えてくるってことなんだよね、うん。で、まあ、ロケットランチャーを撃ったことによって、エイダとの会話が途中でキャンセルされちゃったんだよね。お前は喋るな、黙ってろってね。まあ、それはいいや。そしてゾンビがいなくなると、うん、まあ、そういう考え方ができるんだね、うん。まあ、そういうところに、まあまあ、2択でだから選択肢多すぎたら、これ何だったっけな、なんかあるんですよ、心理学のテストで。こうジャムを売ってますと、でスーパーでジャムを売りますと、で6種類のジャムを売った時と24種類のジャムを売った時とっていうので、お客さんが選んだ時間が長かったのは24種類のジャムだったんですよ。ところが買った確率が高かったのは、その6種類のジャムを売った時の方だったっていうね。だから人間って、その選ぶものが多すぎると悩む時間だけが伸びて、実際にその決定して実行をするっていう、なんかどっかの党が決断と実行とかって全然やらないっていうところは除いて、実際はその選択肢を絞った上でどれやるかっていうのを決定して実行させていくっていう方がいいんですよね。でもあなたは正式に任命されてないっていうことなんですよ。だからまあ今みたいな就活を例えばするってなったとしたら、何をするのって、で、それはできれば2択で絞って離婚でいくみたいなね感じで、もちろんでやりたいことを決めていきつつ、実はやりたくないことを削っていくっていうような、まあ、選択の仕方をすると、まあ非常に賢いゴールが見えてくるんじゃないかなとは思うけどね。まあこれが確実とは言えないけどね、あくまで僕が考え方いいんじゃない、私を見て、
まともに動けない。本当はマトリックス図みたいなの選んで、十字架引いてさ、君を置いてけない。もし襲われたら二つの軸で高い低いみたいなのを選んで、で、あのドブの匂いがするキスをしてみたいな、ね。平気よ。これ絶対臭いよなお互い。私なら大丈夫。見届けたいの。まあ一晩で起きた出来事だからさ。まあ、前日にシャワー浴びてたらそんなにあれかもしれないけどさ、ああやばい、そんなとこ触ったら立っちゃう、うん、と思うんだけど、まあ、ということなんで、まあ、たまたまこの話を聞いた学生さんがいたとしたら、まあ、これから仕事を選ぶ上でそういう選択肢を持っていかれるっていうのがいいかなと思いますね。分かった。まあ、今の時代だったら、あの、まあ、いくら稼いでも税金で恐ろしい額が搾取されてしまうっていう現実はあるけど、でも最低限生活をすることができる稼ぎがあって、で一方である程度その仕事の自由が効いてプライベートの時間が保てるっていうことであれば、全然お金なくてもいいよっていうのも一つありだと思うし、逆にそのガッチガチに縛られてお金はめちゃめちゃ稼げるけど仕事ばっかりでプライベートがないみたいなことっていうのもあるし、まあ、できれば時間もあってお金もあってっていうのが実現できれば一番いいんだけど、まあ、そういうのってやっぱりサラリーマンやる上だとなかなか現実難しかったりすると思うんで、まあ、完全歩合制とかだったら別かもしれないけど、保険みたいなね、うん、なんで、まあ、そういうことを考えると、まあ、どっちを取るかっていうのは自己分析をしながら仕掛けていきたいですね。はい、ということで、なんか全然ゲーム実況らしからぬ、あのかつての人生相談みたいな内容になっちゃいましたけど、とりあえずここまで来ちゃったんで、一旦ね、あの区切りがいいと思いますので終わりにしたいというふうに思います。ということでね、アイテム整理だけ済ませて、終了していきます。ということで、今日の人生相談が役に立ったなっていう方はもうチャンネル登録ボタンと、そして周りの友達への推薦もよろしくお願いします。ということで本日の動画は以上でございます。また次回お会いしましょう。さよなら、バイバイ。